海外に行くとその国の文化を味わうことになります。特に公衆トイレを利用してみるとその国の印象がガラッと変わることがあります。海外で利用したトイレを思い出すとありとあらゆることが思い浮かびます。仕切りが低くて隣の人の顔が見えるトイレもあり、入るたびにお金を払わなければならないトイレもありました。それに対して日本のトイレは世界的にも有名で認められています。外国人が一番気に入っている日本のトイレ文化はウォシュレットです。寒い冬になると冷たくなったお尻を温めてくれるだけでなく、トイレットペーパーがいらないので清潔だからです。しかし外国の公衆トイレではウォシュレットを見たことがありません。これは高級ホテルでも同様です。そのため日本のウォシュレットを利用した外国人はとても驚きます。さらに YouTube ではウォシュレットを使ってみたレビュー動画を載せるアメリカ人 YouTuber が多数登場します。それだけでなく日本でウォシュレットを使ってみたらとても便利でアメリカの家に設置する人も増えています。ウォールストリートジャーナルはアメリカでウォシュレットの人気が急上昇しているとし、船便の3倍の費用をかけて航空便で製品を確保していると伝えました。また日本のトイレを団体で取材した外国メディアの記者たちも日本がトイレ革命を主導するという記事を掲載し絶賛しました。また日本では商店街にあるトイレを利用したり、地下鉄の駅などでお金を払わずにトイレを使用したりできます。トイレを探すのに苦労する外国のことを考えると、このような日本のトイレ文化は大きな長所だと言えます。最近海外のコミュニティサイトに投稿された外国人の日本旅行記が大きな話題を集めています。シンガポールに住んでいるこの外国人女性は日本に遊びに来て日本のトイレ文化を経験して衝撃を受けたと告白しました。今からこの外国人女性の投稿を詳しく紹介したいと思います。こんにちは、私はシンガポールに住んでいます。最近一人で日本を旅行してトイレを利用した際に感動したことがあり、そのことで日本に感謝の気持ちを伝えたくてこの記事を書くようになりました。私が住んでいるシンガポールは誰でも一度は夢見る旅行地です。風景や建築物、食べ物、何もかも揃っている旅行地だと言われています。しかしシンガポールは公権力が非常に強く法執行が徹底しています。これによる罰金も多いです。シンガポールは一人で旅行しても安全な国です。その理由は法律が厳しいからだと言えます。おそらく初めてシンガポールを旅行する人は文化の違いによりカルチャーショックを受けるでしょう。海外旅行に行くとフリー Wi-Fi を探して使うことも多いと思います。しかしシンガポールでは他人の Wi-Fi を無料で使うとハッキングとみなされるので3年以下の懲役または最大約100万円の罰金に処されます。そしてシンガポールではドリアンをホテルへ持ち込んではいけません。実際ある中国人観光客がホテルの客室でドリアンを食べて罰金刑に処されたこともあります。これに対して怒った中国人観光客は SNS にホテルの客室でドリアンを食べて罰金を課されたと明らかにしました。ホテル側では初犯だという理由で罰金を免除してあげたそうです。さらにシンガポールではドリアンを持って公共交通機関を利用することもできません。これに違反した場合約5万円の罰金を払わなければなりません。またガムの持ち込みも禁止されているため旅行客は気をつけなければなりません。シンガポールでは1992年からガムの輸入販売が全面禁止されました。これは都市の清潔問題と地下鉄の自動ドアセンサーにガムを貼り付けるいたずらを防ぐためです。ガムの密売で捕まった場合罰金が最大約100万円です。路上にガムを吐いても罰金約10万円を払わなければなりません。とても厳しいですよね。ガムを噛みたければ医療用、禁煙用などに指定されたところでガムを購入することができます。しかしガムを購入するためには政府にガムを噛む人として登録しなければならず、購入するたびに身分証を見せなければなりません。だから私はガムを食べません。とても面倒くさいからです。これだけではありません。
シンガポールで横断歩道や歩道橋を渡らず車道を横切って捕まったら初犯は約5000円の罰金、再犯は約10万円の罰金と3ヶ月の禁錮刑、最大約50万円の罰金が科せられることもあります。横断歩道から50メートル以内の場所を横切った人に対して罰則が適用されるので気をつけなければなりません。道路横切りはシンガポールに来た観光客が最も多く取り締まられる法でもあります。実際に説明するとあまりにも厳しいのでシンガポール人として少し恥ずかしくなります。それでも本当に住みやすい国でもあります。文化が少し独特なだけです。日本人の場合この独特な文化にカルチャーショックを受けるでしょう。なぜならシンガポールは日本とはトイレ文化が全然違うからです。その中で旅行客が最も理解しがたいのが公衆トイレの後始末に関する法です。シンガポールで公衆トイレを利用した後水を流さないと初犯で約10万円を超えない罰金を払わなければなりません。シンガポール警察が随時公衆トイレを回りながら便器を確認するので気を使わなければなりません。トイレに尿を検知するセンサーが設置されているところもあります。誤って水を流し忘れたら罰金を科せられるので必ず確認するようにしましょう。シンガポールは街も綺麗な先進国のイメージがあるのでトイレが綺麗だと思いますが実はそうではありません。さらに昨年はジェンダーレストイレが登場し物議を醸しました。このジェンダーレストイレについてはシンガポールでも賛否が分かれています。事実上ジェンダーレストイレはシンガポールだけでなく世界的にも社会問題として浮上しています。アメリカやヨーロッパ、台湾などの一部の国ではすでにジェンダーレストイレを運営していますが実際にジェンダーレストイレで性犯罪と暴行事件が増加しています。2020年にアメリカのウィスコンシン州のある高校に設置されたジェンダーレストイレで18歳の男子生徒が女子生徒に性的暴行を加えたことがありました。その後ジェンダーレストイレが閉鎖されたそうです。また今年イギリスのコベントリーではある中学校の女子生徒がジェンダーレストイレを利用する途中多数の男子生徒から暴行を受ける恐ろしい事件が発生したそうです。さらにロンドンのエシックスにある中学校でも10代の男子生徒がジェンダーレストイレに出入りし女子生徒を相手に計4件の性暴力を犯した疑いで逮捕されました。こういうニュースを聞くと私も女性なので女性生徒の安全やプライバシー尊厳が脅かされていると思います。男性が犠牲者に簡単に接近する環境を作っている気がします。ところが私は2ヶ月前に日本に遊びに行った時日本のトイレを利用してみて驚愕を禁じ得ませんでした。普段から日本のドラマをよく見ていた私はあらゆるサイトを通じて日本のドラマやアニメーションをほとんど見尽くしていました。また今シンガポールでは日本のお菓子ブームが到来しています。私は日本のお菓子だけでなく鍋も大好きです。それで日本に遊びに行ったら鍋やお好み焼きなどいろいろな日本料理を食べてみたいと思っていました。私の周りの友人はみんな日本語を習っているので私も一緒に日本語の講義を受けています。そのくらいシンガポールは今日本という国に深い関心を示しています。シンガポールには日本料理レストランがとても多くアニメも愛されています。私は飛行機のチケットを予約してから日本へ行く日だけを楽しみに待っていました。日本で食べる食べ物リストを作成してどこに遊びに行くか計画を立てました。それで私は日本に到着してすぐに一番食べてみたかった和牛と鍋が売っている料理店に行きました。スタッフの方が親切に和牛と鍋を美味しく作ってくれました。お腹がとても空いていたので私はたくさん食べてしまいました。味噌汁はあっさりしていてとても飲みやすかったです。和牛と鍋は私が今まで食べた料理の中で一番美味しかったです。特に和牛を焼いた時の香りが今でも私を思い出に浸らせてくれます。私は一人で和牛3人前をペロリと食べてしまいました。そうして楽しい夕食を終えた後私は消化を助けるために歩いてホテルへ向かいました。
急にたくさん食べたのがいけなかったのでしょうか。お腹が痛み始めました。私は我慢して歩こうと思ったのですが、お腹の中はゴロゴロとなり続けました。もう我慢できないと思いタクシーに乗ってホテルに行こうと思ったのですが、タクシーが捕まりませんでした。頭からは冷や汗が流れ、お腹の痛みも強くなっていきました。私は周りを見渡して駆け込む場所を探しました。その時、小さなハンバーガー店が目に入ってきました。私はハンバーガー店に駆け込み、下手な日本語でトイレを使わせてくださいと叫びました。叫びはしましたが、それはほとんど悲鳴に他なりませんでした。あと一歩遅れていたら漏れそうだったからです。いずれにせよ、私はスタッフの案内に従ってトイレに駆け込み、無事に用を足しました。しかし、トイレットペーパーが残っていなかったのです。私がどうしようか悩んでいると、突然トイレのドアの下から手が入ってきました。私はびっくりしてキャーと叫んでしまいました。その後、ある女性の声が聞こえました。その女性はハンバーガー店のスタッフで、彼女は私にトイレットペーパーを渡すためにドアの下からトイレットペーパーを差し出してくれたのです。私は最初は驚きましたが、彼女の親切に感謝の気持ちを込めて何度もありがとうございますと言いました。私は日本は本当にすごいなと思いました。シンガポールでは絶対にこのようなことをトイレで解決できないからです。すべてのトイレはお金を払わないと利用できませんし、このようなことがあれば必ず店で食べ物を買って食べなければなりません。そうでなければ別にお金を払わないとトイレを利用できません。それで私は日本のトイレ文化がすごいと感じました。それだけでなく、トイレットペーパーまで持ってきてくれた日本人の配慮と親切に私は驚かざるを得ませんでした。もしヨーロッパの国を旅行中だったら、その人が入った個室にトイレットペーパーがあってもなくても全然気にしなかったでしょう。このように外国人に親切を施す日本人に感動しましたし、やはり日本人は世界一親切な人たちだという気がしました。こんなことを経験してから、日本で暮らしたら幸せで良いなと思いました。このように国が福祉が整っている環境で生活できるようにしたため、日本人は熱心に努力をし、日本が大きく発展したのでしょう。私はトイレから出てハンバーガー店のスタッフの方にもう一度感謝の挨拶をしました。そしてトイレの使用料をいくら払えばいいのかと尋ねました。すると彼女から意外な返事が返ってきました。日本ではトイレを使うときにお金を払わなくていいと教えてくれたのです。こんな国があるなんて、私はとても驚いて日本人になりたいと思いました。しかし、とてもありがたかったので感謝の気持ちを込めて、私はハンバーガー店で一番高いバーガーセットを頼んで食べました。本当に美味しかったです。シンガポールも日本のトイレのこのような長所を見習って適用すれば、多くの外国人観光客が便利だと感じるだろうと思いました。いつどこでも無料でトイレを利用できるということ自体が、有料トイレを使う私たちには羨ましくて仕方ありません。実は日本ではトイレを利用するときにお金を払うことはありません。ですから、お金を払ってトイレを使う外国人が日本のトイレ文化を見て驚くのはある意味当然のことです。シンガポールの女性の記事はネットで反響を呼びました。ヨーロッパの国を回って日本に行ってみたらすごいという言葉しか出てきませんでした。トイレのような些細な部分でも福祉が感じられるかため、家に帰りたくなかったです。アメリカでは絶対にありえないことです。それに日本のトイレはお金を払って利用する国より綺麗で立派でした。日本のトイレは私の部屋より綺麗です。トイレットペーパーまで持ってきてくれるなんて、ハンバーガー店のスタッフは本当に優しいですね。日本の多くの建物には無料トイレが必ず作られています。こんな姿を見ると、日本人たちは他の国でお金を払ってトイレを利用するのは理解しがたいでしょう。私は数年前に中国旅行をしながらトイレに行きましたが、本当にゾッとしました。しかし、日本は無料で利用できるのに全てきれいに運営されていて驚きました。私もこの記事を読んで日本に行きたくなりました。
日本で食べ物を食べて日本人の親切と思いやりを感じたら日本にハマってしまうでしょう。日本で1週間だけ過ごしたら誰しも感じます。トイレをはじめ様々な福祉でこの国が最高だということをです。外国人観光客が褒める日本の綺麗なトイレは経済発展とともに短い期間に成し遂げた私たちの大きな誇りであることに間違いありません。日本は飛躍的な経済発展を通じて文化水準も高まり、トイレは清潔なだけでなくゆっくり休める空間に変わりつつあります。空港や地下鉄、バス停、観光地のトイレだけ見てもどれだけ綺麗なのかわかります。日本は全世界でトイレが最も発達した国なのです。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。勤勉、謙遜、親切、寛待、細心の配慮は日本人の国民的特性です。日本人は自分の人生の枠を超える行動をせず、お互いの領域に介入することを極度に嫌います。またほぼ一挙手一投足を気にしているのではないかと思うほど、他人との関係や交流において慎重な態度を示します。しかし彼らの細心な配慮と民度は後に続く人がいません。2022年、世界の外信は日本の民度について絶賛しました。当時ドイツ戦でアントニオ・リュディガーの煽り走りに対して見事に逆転勝ちした上、試合が終わった後も観衆が後片付けをする姿を公開し、試合とマナーの両方とも勝ったと褒めました。当時多くの日本のファンは競技場を離れる際にゴミを拾い、この様子は世界中から賛辞を受けました。また最近コミュニティサイトには日本で経験した親切の中で決して忘れられないエピソードというタイトルで外国人の様々な記事が投稿され注目を集めました。まずカナダの男性の記事から紹介いたします。私は日本に来て間もない頃、近くにあるレストランでご飯を食べました。その時ある老夫婦が話しかけてきたので、私は彼らといろんな話をしました。その次の週、私はその老夫婦の家に招待されました。私が家を訪ねたら彼らはたくさんの日本食を準備していました。息子まで来て日本へようこそと言って私に素敵なケーキを作ってくれました。日本で歓迎されている感じがしてとても嬉しかったです。この家族とは相変わらず連絡を取り合って過ごしています。カナダの男性は日本人夫婦との縁について話しました。次はアメリカに住むケビンさんの話を紹介します。私はある日新宿駅で藤山駅のバスに乗ろうとしたのですが、バスが見つからず困っていました。そしたらある日本人のサラリーマンが半泣きしている私を見て近づいてきました。その日はとても暑かったのですが、彼は私のためにバスの時間表を見つけてくれて、その男性のおかげで富士山に行くことができました。これはもう3年前の話です。もし私がそのバスに乗れなかったら、私は富士山に登れることを諦めていたでしょう。その日本人のサラリーマンに心から感謝しています。その次は日本で英語教師として働いていたアビガエルさんが記事を投稿していました。10年前私は福岡県で英語教師として働いていました。私は帰りのバスに数秒で乗り遅れ、車で20分の距離にある駅までどうやって行けばいいか迷っていました。そしたらちょうど他の先生が私を見つけて、通りすがりの車を止めて方向が似ていれば駅まで乗せてあげてほしいと頼みました。車を運転していた日本人女性は喜んで私を乗せてくれて、駅に着くまで英語で私に話しかけてくれました。さらに駅に到着した後、その女性は車のトランクを開けて私にたくさんの果物をくれました。私はこの日本人女性の親切さに驚きました。今もなお大切な思い出として残っています。ところが最近日本人が驚くべき民度で人々を魅了したというニュースが全世界に広がりました。日本に観光に来た中国人が都心で現金の束が入ったブランドのバッグを紛失しましたが、きちんと戻ってきたという話が公開されたためです。この観光客は日本人の民度に驚き感謝の意を表しました。その内容を詳しく見ていきましょう。
日本に遊びに来た中国人観光客の A さんは、街を移動中にシャネルブランドのピンクのカバンをなくしましたが、カバンの中にはなんと現金50万円とクレジットカード2枚が入っていたそうです。この日、日本人の深夜さんは用事を済ませて帰る途中、階段でカバンを見つけたのです。深夜さんがカバンを確認すると、その中にはクレジットカードが入っていました。そしてカードに書かれた中国人観光客の漢字の名前を見た彼は、外国人の紛失物であることを察しました。彼はすぐに近くの交番に通報し、巡査部長が中国人観光客にカバンを返してあげました。なんと中国人がカバンの紛失届を出した瞬間から、そのカバンが手元に戻ってくるまでたった50分しかかからなかったそうです。それにカバンはもちろん現金など中身が全部そのまま入っていました。カバンの中身を確認した中国人は驚愕を禁じ得ませんでした。彼女は中国だったら絶対に見つけられなかったでしょう。日本の民度はすごいです。見つけてくれた市民にも、迅速に対応してくれた警察官にも、皆感謝していますと話しました。それに深夜さんはお礼を受け取らなかったそうです。お礼を受け取ることができるのにこれを断ったのです。美談はここで終わりではありません。先日日本に遊びに来たロシア人観光客も30万円の入った財布をなくしましたが、すぐに見つけたそうです。彼女は空港からホテルに移動するバスに財布を置き忘れましたが、バスの運転手がこれを保管していました。ロシア人観光客の財布の中にも現金30万円が入っていましたが、1円もなくなっていませんでした。ロシア人はずっと前から日本旅行を夢見ていたが、もし財布のせいで旅行を早く終えなければならなかったら本当に悔しかっただろうと感謝の気持ちを伝えました。このように日本人の良心と民度はどこの国も追いつけないほど素晴らしいです。では西欧人の民度はどうでしょうか。まずイギリスだけ見ても違います。イギリス人は左側通行をするという言葉がとても有名です。しかし実際にイギリスに行ってみると、その言葉に疑問を抱くほど、イギリス人はどの方向にも歩いていきます。ドイツも同じです。フランクフルトでは誰かがこっそりと店内でお酒を飲み適当に置いていった酒瓶を見つけることができます。そして泥棒も多いです。日本のようにカフェのテーブルに財布や携帯電話やノートパソコンを置いてトイレに行ったり、コーヒーを注文しに行ったりする人はいません。ヨーロッパや北米では想像もできないことです。さらにヨーロッパや北米の人々は車から降りる時も荷物をトランクに隠したり、窓の外から見えないように椅子の下に隠したりします。ある日本人は自分の経験をもとに日本と外国の違う点について比較しました。日本人の青年は東京の有名なコーヒーショップで誰かがブランドのノートパソコンケースとノートパソコンを置いていきました。持ち主がすぐ戻ってくると思いましたが、しばらく現れませんでした。もちろん予想通り、このノートパソコンに触れた人は誰もいませんでした。海外だったら誰かに持っていかれて亡くなっていたでしょう。私はそのノートパソコンを店員に渡し、店員は私に感謝していました。イギリスでも似たようなことがありました。コーヒーショップで iPad を拾いましたが、これを店員に渡したら、これをどうして私に渡すのですかと戸惑っていました。日本と全く違う反応に、むしろ私の方が戸惑いました。もしかしたら誰かが落とした iPad はコーヒーショップの店員が持って帰ったかもしれませんという記事を投稿しました。最近は日本に行ってきて日本人の民度を知り、とても感動したというアメリカ人男性ルイスさんの記事がコミュニティサイトで注目を浴びました。ルイスさんは日本人の秩序、道徳性、民度に惚れたと明らかにし、次のような記事を書きました。今からルイスさんの投稿を一緒に見てみましょう。私は1年前に成田国際空港に到着した時、病院のように綺麗だと思いました。そして移動のために乗った地下鉄は必ず時間通りにやってきました。電車の中の人たちは静かに本を読んだり目を閉じたりしていて、市内で信号を無視する人は一人もいませんでした。人
言で日本社会は秩序正しいです。私は果たして日本人の秩序はどのように生まれたのかじっくり考えてみました。ある人はそれが日本人の自治の精神だと言い、また別の人は日本人の高い道徳性だと言います。このような見解を否定することはできませんが、時間が経つにつれてこの秩序が法以外にも思想と多くの関連があるということに気づき始めました。まず私が見た日本人は誰しも相手に迷惑をかけないという概念を持っていました。電車で大声で話したり、エレベーターのような公共の場所で携帯電話で電話をかけたりすることは周りの人に迷惑をかけるからです。また温泉などでも立ってシャワーを浴びると周りの人に迷惑をかけるため座って体を洗っていました。このように他人に迷惑をかけない日本人の行動はたくさんあります。これは間違いなく一種の美徳であり、このような美徳は習慣になり、習慣は秩序を生み出すようになったのでしょう。私が日本を旅行しながら感じたもう一つの概念は階層的関係でした。日本人は会社や学校、各種団体でまず相手が年上なのか年下なのかを確認します。年上なら敬語で話し尊重する気持ちで接し、できるだけ彼らの意見に従っていました。このような雰囲気のため上司や先輩の意見には法から外れない限り服従するのが普通でした。このように各自はトラブルを起こさないために集団の視線と態度を非常に重視し、同時に先輩を尊敬しない人とみなされないために意見があっても公開的に指摘せず従順に従う面もありました。このような姿を発見して日本人がもっとすごい人に見えました。まず日本人には自己抑制の文化が根付いています。礼儀正しく自制力を発揮することは日本社会で美徳になりました。そのため日本は平和な治安を誇り、秩序意識が高い国になったのです。私にとって日本旅行は自分自身を振り返るきっかけにもなりました。ルイスさんの記事はこのように締めくくられています。このように日本人より西洋人の民度が優れているというデマは今やメディアを通じても広く知られています。アメリカの場合は凶悪犯罪の恐ろしさのためにある事件が起きれば皆がその場から逃げ去ります。実際に2021年アメリカのペンシルベニア州で電車に乗った乗客が性的暴行を受ける事件が起きました。しかし性的暴行を受ける女性を近くにいた乗客が40分以上傍観する事態が発生し、アメリカ社会に大きな衝撃を与えました。中国の国営メディアはアメリカ式の価値観が危機に陥ったと批判しました。また電車に乗った乗客は性暴力被害者を見守るだけで介入せず通報もしなかったとし、これは共感能力の欠如だ。一部のアメリカ人は人間の倫理を失ったと評価しました。アメリカのメディアも同様に非難していました。アメリカ人は治安の悪い地域で起きる犯罪に慣れてきたとし、アメリカの治安はめちゃくちゃだと指摘しました。さらに恐ろしい点は、犯行が午後9時15分頃に始まったにもかかわらず、一部の乗客が犯行場面を撮影しただけで誰も助けたり通報したりしなかったという点です。当時電車にはなんと10人余りの乗客が乗っていましたが、誰も助けようとしなかったのです。この事件を担当した警察署長は、誰もこの女性を助けようとしなかった、列車に乗っていた人たちは自ら今日を眺めてなぜ何もしなかったのか問うべきだと話していました。もし日本だったら10人の乗客が力を合わせておそらく加害者を列車の外に投げ出していたでしょう。世界中のメディアはこの事件を批判しました。インドで発生した事件だと思った。これがアメリカを完全な先進国と見ることができない理由だ。アメリカが追求する個人主義は革新を刺激することはできるが、今回の事例で見るように個人の利益のために社会的責任を失わせることもあると指摘しました。また中国も同じような事態に陥っています。2006年に倒れた老人を助けたが、むしろ老人に告訴された。法堺事件以後、苦境に立たされた人を助けるべきか口論をつばくが依然として続いています。
2018年には中国甘粛省の青陽では飛び降り自殺しようとする少女に早く飛び降りろと催促し、少女が飛び降りたら数十人の見物人が歓呼の声を上げる事件が発生したそうです。そのためでしょうか、日本は様々な点で模範的な対応に世界から賛辞が送られています。外国メディアの肯定的な評価が続いており、日本人の高い民度もアメリカの放送局が注目するほど話題を集めています。実際あるアメリカの放送では、信じられないほど素晴らしい日本人の通報にスポットを当て注目を浴びたことがあります。この放送は日本人がどれほど通報し良心が優れているかに注目しました。撮影チームは観光客が現金80万円とパスポート、飛行機のチケットをなくしたが手元に戻ってきた姿を撮影し、これは日本人が素早く通報するから可能なことだと絶賛しました。また別の撮影は千葉県で行われました。ある市民が生活苦を理由に焼身自殺を試みましたが、幸いにもこれを見た市民が早く制止し男性の命を救った事件でした。当時千葉県の町では50代の男性がガソリンとみられる液体をかけて火をつけようとしました。ちょうどそこを通った市民が直ちに近づいて引き止め、他の市民と力を合わせて警察が来るまで現場を守り焼身自殺を止めました。自殺しようとした少女に早く飛び降りろと催促した中国人たちとは全く違います。こうしたニュースがアメリカに伝わり、外国人は日本人の良心に不思議だ、信じられないなどの反応を見せています。同時に自ら正しい行動と間違った行動を区別する高い民度に感嘆しています。また現場にいた米 ABC 放送の記者は市民に向かって、日本人は世界が望む真の英雄だ、ここに住む人々に恐れはない、静かな落ち着きと良心があるだけで歩く5000万個の防犯カメラがあるだけだと絶賛しました。海外のネットユーザーも日本人から多くの教訓を得ます。この動画が拡散されることを願っています。日本人が善良であることも遺伝子にあるようだ、自負心を持ってもいいと思います。本当に素敵です。私は東京に5回も行きました。できれば私は日本に住みたいです。食べ物、文化、遊興すべてが私に合っています。私は日本に2年間住んでいたことがあり、この5年間何度も旅行に行きました。私は環境、特に都市の風景が好きですが、日本はすべてが便利で革新的です。それに日本人は本当に親切です。あなたが日本文化を尊重し、その文化の一部になりたいということを示せば、彼らはあなたをもっと愛するでしょうと絶賛しました。このように海外でも感心する日本の高い民度、日本人はもっと誇りを持つべきだと思います。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。空手の本質は強い精神力を得て自分の人格を高め、礼儀作法を重んじることにあります。空手は精神修養と人格教育を重視するという点で現在ヨーロッパで好評を得ています。今日お伝えする話はこのような空手の本質に関するエピソードです。中国で暮らしていた日本人の青年は、年配の商人たちを苦しめてきた中国人の暴力団を一瞬にして黙らせてしまったそうです。果たして日本人の青年がどのようにして中国人の暴力団を叩きのめすことができたのでしょうか。それは空手のおかげでした。実は彼は善と有望な空手選手だったそうです。しかし彼は個人的な事情で空手選手を辞めるしかなく、それによって第二の人生を生きていました。果たして彼に何があったのか、もう少し詳しくお伝えします。こんにちは。私は中国で3年間住んでいる忠義と申します。中国ではイチェンと呼ばれています。この前私は新しい日本人の友人ができました。今日はその友人に関する話をしたいと思います。彼の名前は大輝で、中国に来てまだ1年しか経っていませんでした。彼は最近私の店の隣に引っ越してきました。私は今上海の街でお店を運営していて、たこ焼きを売っています。
小麦粉の生地にタコを入れたこの食べ物は中国人にも大人気でした。私のお店の隣に果物屋を構えた大輝の第一印象はとても暗く見えました。年も若く見えるのにどうしてあんなに暗いのか疑問に思っていました。何か理由があるかもしれないと思い声をかけてみることにしました。しかし挨拶をしてみたら想像とは違って大輝は暗い性格ではありませんでした。ただ静かでおとなしい性格だったのです。最初は私が作ったたこ焼きを食べてみるように勧めながら声をかけたのですが、彼は私のことを疑いの目で見ていました。それで私が、私は変な人じゃないよ、私も日本から来て忠義というと話したら、突然彼の目つきが変わりました。そして彼は、日本人ですか、嬉しいですと笑顔を見せてくれました。私たちは外国で日本人に会い親しみを感じてすぐに仲良くなりました。そして彼に中国に来た理由を聞いてみました。大輝は自分の話をしてくれました。日本に住んでいた当時、彼は前途有望な空手選手だったのですが、怪我をして選手生活をやめることになったそうです。自分の行くべき道だと思っていた空手をやめてすぐに自分が何をすべきか深く悩んだそうです。自分の過去を語る大輝は悲しそうに見えました。そして日本ではなくどこへでも行きたかったので近くの中国に来るようになったそうです。彼は子供の頃に読んだ童話の中で果物屋のおじさんが出てきたが、それがとても印象深かったとし、念を取ったら必ず果物屋を運営したいと思っていたと話していました。しかしこんなに早く開業するとは思っていなかったそうです。私は彼の気持ちをなんとなく理解できるような気がしました。大輝はお店を閉めてから私が好きな果物をいくつか持ってきてくれました。性格も良くてハンサムな大輝の果物屋は日に日に売り上げが伸びていき、閉店時には果物が完売するほどでした。私たちはお互いの家を行き来しながら日本酒を飲み楽しく過ごしていました。そんなある日、大輝のお店が繁盛していると聞き、招かざる客がやってきました。彼らは商店街をふらつく中国の暴力団員でした。ペアを組んで訪ねてくる彼らは、私にも管理費の名目でお金を奪ったことがあります。彼らはここでお店を運営するすべての商人からお金を巻き上げていました。ところが暴力団員は大輝のお金まで奪おうとしたのです。彼らは大輝に近づいて言いました。お前遠くまで来てご苦労さん、でもここでお金を稼ぐためには守るべきことがある。今何を言っているんですか、大輝が流暢な中国語で尋ねました。中国人の暴力団員はにっこり笑って答えました。管理費を払えと言うと、大輝は呆れた顔で言い返しました。一体何を管理してもらうためにお金を出せというのですか、いうことを聞くと思っていた彼らの予想が外れ、大輝は一歩も退きませんでした。私と他の商人たちはそばでその様子をハラハラしながら見守っていました。私は大輝が彼らに目をつけられたらどうしようと心配していました。暴力団員たちはナイフも持ち歩いていたからです。しかし空手選手だったからか、大輝は全然怖がっていませんでした。私に管理費を請求したい場合は何を管理し保護してくれるのか正確に説明してください。ははついに暴力団員は腹を抱えて笑い出しました。アヒル料理店のおばさんは心配になったのか、大輝さん今のうちにお金を払うと言いなさいと大輝を引き止めました。状況はますます深刻になっていきました。明日まで期限を与える、もし払わなかったら中国で商売できなくしてやると脅した彼らはクスクス笑いながら帰っていきました。大輝は変な奴らだと言いながら舌打ちをしました。忠義さん、今まであんな奴らにお金を払っていたんですか、しょうがないだろ、私たちみたいに力のない人たちを保護してあげると言うから、騙されたふりをして渡すしかない。もうだいぶ前から暴力団員はここに訪ねてきて商人たちからお金を奪っていました。彼らはお客さんのふりをしてここに来て乱暴を働き、商人たちを脅かしていました。そしてお金を払うまで営業を妨害したり、お客さんたちを追い払ったりし続けました。
ある商人は暴力団員に囲まれ命に関わる状況に陥ったこともあります。靴屋の商人は最後までお金を奪われないように努力しましたが、彼らは商人を数人で踏みつけました。商人はこのままだと本当に彼らに殺されるかもしれないという恐怖に覆われました。もしお金を渡さなければ家族にも危害を加えると思い、お金を渡さずにはいられなかったそうです。彼らは周りの人々を一切気にせず大声で騒いで暴れるので、少しでも早く追い出すためにはお金を渡す方が手っ取り早く済ませることができました。彼らは暴力団員でしたが、ここを出入りするときは武器を所持していなかったので、警察に通報しても効果がありませんでした。商人たちの中には中国の暴力団員の恐喝のせいでストレスがたまり、うつ病で病院まで通ってる人もいました。私は素朴ですが、楽しく運営してきたたこ焼き屋を続けるべきか悩むこともありました。ひどい時は暴力団員と出くわすのが嫌でお店を開かなかったこともあります。実は中国の暴力団員が訪ねてこなかった平凡な日常に戻ってほしいと願っていました。私は大輝に暴力団員の話をすべて伝えました。最初は私も君と同じように言い返していた。管理費を払えだなんて到底理解できない話だった。でも彼らを見たから君も理解できるだろう。恐ろしい形相で怒鳴るから私も気後れして怖くてお金を渡すしかなかった。商人たちは皆お金がないと言って最初は断っていたが、暴力団員たちは聞き入れてくれなかった。私がお金を出さないと彼らは怒ってたこ焼きの材料を全部踏みつけていったこともある。その日座り込んでどれだけ泣いたかわからない。外国まで来てこんなことをされるなんて死んでしまおうかと思ったこともある。ある日パン屋のおばさんに会って話を聞いてみたらもっと深刻だった。すでに中国の暴力団が私たちの商店街以外も掌握し、他の料理店や居酒屋を営業をする自営業者たちにお金を出せと脅したそうだ。これはかなり問題が深刻だなと思った。そもそも暴力団員たちは正常な会話が通じる人間たちではなかった。結局私たちは自分たちの力では解決できないと思ったんだ。それで公権力の助けを借りようともした。警察側に様々な事情を詳しく説明したが、戻ってきた返事は私たちをさらに挫折させた。彼らは法律的な問題のため警察も手を打つことができないと言ってきたんだ。警察も知らないうちに暴力団をかばっているような気がした。もしかしたら彼らと会いたくないからかもしれない。警察からは暴力団が人に危害を加えるなどの事件を起こさなければ自分たちにできることはないと言われた。もちろん暴力団はそのような部分をよく知っているようだった。法に違反しない程度で巧妙に私たちを苦しめ営業を妨害していたからだ。結局はこの全ての状況を商人たちが自ら解決しなければならない状況だった。だけど解決できるわけもなく、ただ生きていくためにはお金を渡して静かに過ごすしかなかったんだ。話を聞いていた大輝は舌打ちをしました。あんな奴らに頭を下げて言うことを聞いていたらキリがないです。私たちは力を合わせて立ち上がるべきです。私は首を横に振りました。最初から私たちも黙って言いなりになっていたわけではない。それなりに商人たちも力を合わせて彼らを追い出そうとしたことがある。串焼きを売っているおばさんは暴力団員たちの要求をいつも聞き入れるから私たちをもっと下に見ているようです。みんなで力を合わせて彼らに強気な態度を取るべきです。他の方々の考えはどうですかと言ったが、警察もお手上げなのに私たちが力を合わせても何の役にも立たないだろう。その場にいた多くの商人たちがそうしたくても下手に名乗り出る人がいなかったんだ。結局そのような組織暴力団とは関わりたくないという様子だった。一歩間違えると問題が解決されるどころか今後も彼らのせいで営業を妨害されると思ったからさ。実は私も暴力団員が怖かった。また暴力団員に目をつけられたら店を荒らされるかもしれないし、
次はどんな仕打ちを受けるのか考えると不安で仕方なかったんだ。じっと私の話を聞いていた大輝は、諦めていた私とは違って暴力団員に立ち向かう強い意志を持っていました。それでも私は絶対にあいつらにお金を渡しません。どうするつもりなんだ。あいつらはかなり悪質なことで有名だよ。しかし大輝の心は揺れませんでした。そして翌日、果物をすべて売った大輝は家に帰る準備をしていました。その時、暴力団員3人がまたやってきました。昨日は2人でしたが、今日はもう1人増えていました。私は彼らが大輝に暴力を振るったらすぐに警察に通報しようと思いながら見ていました。大輝は彼らと目が合いましたが、気にせず店を閉める準備をしていました。そしたら急にドーンと何かが落ちる音が聞こえてきました。商人たちが驚いて大輝の店に駆けつけると、果物の箱が遠くに飛んでいました。なんてこった。おばさんたちは悲鳴を上げそうになりました。暴力団員の一人が箱を投げたのです。お前が生意気な日本人か。他国に来て商売をするなら場所代を払うのが道理だろ。彼の声は路地に響き渡りましたが、大輝は少しも怯えずにやりと笑いました。一体あの余裕はどこから出てくるのか。私は不安で心臓が破裂しそうでした。俺に何の用だ。大輝の言葉が終わるや否や、突然大輝の顔面に大きな拳が降ってきました。しかし大輝はこれを軽く避けました。これを見守っていた商人や市民はわーと感嘆の声を上げました。やがて別の暴力団員がナイフを取り出して大輝に襲いかかりました。すると大輝は空中でキックを決めて暴力団員が持っていたナイフを落としたのです。キャー、今回も女性たちの歓声が響きました。私はまるで映画のワンシーンを見ているかのように興奮しました。そして大輝に向かってあいつらをやっつけろと叫んでいました。そして最後の一人が大輝に飛びかかると、必殺技である回し蹴りで彼の顔を力いっぱい蹴りました。首がほぼ180度以上回った暴力団員はドッカーンと鈍い音を立てて床に倒れ、ちょうどその時パトカーがサイレンの音を鳴らしながら現場に到着しました。誰が通報したの。皆がざわめいている中、大輝は何事もなかったように身なりを整えていました。彼が日本で空手選手だった時どれほど格好良かったか想像できました。大輝に一発ずつ殴られた暴力団員たちは鼻血をダラダラ流したままパトカーに乗せられました。商人たちは皆拍手をしながら大輝に向かって親指を立てました。あるおばさんはしっかり刑罰を受けてもうここに来ないでほしいと言いました。それから約1ヶ月後、商店街は平和を取り戻しました。私たちが熱望していた穏やかな日常がやってきたのです。私たちを苦しめていた暴力団を一部逮捕することに成功したのです。警察が逮捕しましたが、大輝の活躍がなければ成し遂げられなかったでしょう。大輝の提案により、商店街一帯がよく見えるところに CCTV が数台設置され、暴力団員の不法な行動を監視できるようになりました。暴力団員がナイフで商人を脅してお金を奪う場面が取られると、警察も出動するしかありませんでした。そのようにして商人たちは警察の助けを借りて暴力団員を刑務所に送ることに成功しました。どうやら彼らが再び商店街を訪れることはなさそうです。これは全て勇敢な空手選手大輝のおかげです。どこからそんな勇気が出たのか聞いてみると、彼は自分だけでなく商人のみんなが安全に商売をしてほしいという気持ちでそうしたと言っていました。知り合って間もないのにこんなに私たちを思ってくれて配慮してくれる心に感動しました。その日以来、商人たちは何か問題が起こるとすぐに大輝に相談するようになりました。彼がいる限り本当に心強く店を守っていけそうです。中国で空手の威厳をアピールした大輝さんの話を聞いて、同じ日本人として誇らしく感じます。多くの人に希望を与えている空手がこれからも中国の商人たちを守ってくれることを願っています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。ニューヨーク市民を魅了した鳥がいます。
この鳥を見に来たアメリカ人たちは、誰もが超望遠レンズを持ち歩いて写真を撮り続けていました。超望遠レンズに望遠鏡、おしどりのファンアートまで登場するほど、アメリカ人が熱狂したこの鳥は何でしょうか？その鳥は日本の渡り鳥、おしどりです。ニューヨーク市民に愛されているおしどりが、どのようにしてアメリカ人の心をつかむようになったのでしょうか？ニューヨーク市民はマンダリンダックというハッシュタグをつけて、SNS におしどりの写真をたくさん投稿しました。写真の中には日本に住む渡り鳥、おしどりが写っていました。これはアメリカの野鳥観察者のツイッターを通じてニューヨーク市民に知られるようになりました。写真に写っているおしどりの綺麗な姿は一気にニューヨーク市民の心を虜にしました。アメリカではなかなか見られない鳥なので、おしどりに高い関心が寄せられたのです。実際、ニューヨークのセントラルパークは、おしどりの実物を見るために訪れた人でにぎわっていました。ニューヨーク都心を騒がせたミステリーなおしどりにスポットを当てたのは、アメリカのメディア CNN でした。単純に綺麗な鳥だと思っていたおしどりが、アメリカ人の目にはとても美しく映ったようです。おしどりは主に東アジアに生息するため、アメリカではなかなか見られません。ところがニューヨークの公園におしどりが現れて話題になっています。さらにおしどりの性格が優しいということで多くの人から注目を浴びています。アメリカ人によるとおしどりは他の種類の鳥たちとも仲良くしていて性格も良いそうです。そのためメディアとアメリカの人々はラブリーでゴルジャスな鳥だと絶賛しています。最初ニューヨーク市は突然の外来種の登場に神経を尖らせました。現地の生態系の秩序を乱す恐れがあったからです。しかしこれは無駄な心配でした。報道によるとおしどりは優れた親和力を見せ、他のアメリカの鳥たちと仲良く過ごし、セントラルパークがアメリカの鳥たちに与える餌も喧嘩せずに一緒に食べていたそうです。公園の管理人はアメリカの鳥たちもおしどりのことをよそ者扱いしなかったと言いました。おしどりの人気が急上昇したため、公園にもともといたアメリカオシはあまり注目を浴びなくなってしまいました。アメリカオシは赤い目と鋭いくちばしが少し怖そうに見えたからです。しかし、日本のおしどりは丸くてふっくらとした体に小さなくちばし、丸くて黒い目と愛らしい顔をしています。それだけでなく、イチョウの葉の形をした羽と色とりどりの飾り輪はおしどりの魅力ポイントです。普段怖そうなおしどりだけを見ていたニューヨーク市民はこのおしどりの可愛くてキュートな外見に惚れてしまったのです。そのためニューヨーク市民は望遠鏡に超望遠レンズまで持って公園を訪れ、おしどりの写真を撮るために長い列に並んでいます。おしどりがどこからどのような理由で来たのか正確に把握されていませんが、どこかから脱出したか誤って飛んできたものと推定されます。おしどりは鳥行カモメ、カモ科に属する鳥類で、主に各種植物の実や小動物を餌にして生活します。日本全域に分布する留鳥であり、冬の渡り鳥であり、繁殖期には深い森に生息しています。また、非繁殖期の冬季には、主に湖や川、沼、海岸などに生息すると知られています。冬に湖や貯水池、海辺、小川などを見ると、少なくとも数匹から多くは100匹ほどが集まって過ごす姿を観察できます。愛らしい外見でニューヨーク市民の心を捉えたおしどりは、昔から夫婦仲の象徴として、日本人にとても馴染みのある存在です。日本では本州中部から北海道や北部で繁殖し、冬には本州南部に移動して冬を過ごしています。主に渓流、湖、湿地、上高地周辺の水の近くに生息し、おしどりはだいたい水の近くの木陰を好む習慣があります。日陰のない広々とした水面に行きたがらないため、時には木の枝で時間を過ごすこともあるそうです。日本で仲睦まじい夫婦というイメージを持つおしどりは、日本人が一番好きな鳥類の一つです。日本の鳥取県日野町はおしどりが飛来する場所として有名な地域で、ここはどんぐりが好きなおしどりの餌の習性を利用して数十年間おしどりの飛来地を運営してきました。
特におしどりを間近で見ることができるおしどり観察小屋はこの町の代表的な観光地です。1987年から町の住民が日野川に押し、鳥の好物のどんぐりを巻いてから毎年11月から翌年3月までおしどりがやってくるようになりました。その後、町の住民はおしどりをモニタリングし、餌場を管理するおしどりグループを1994年に結成し、おしどりを間近で見ることができる観察小屋を造成し、現在まで運営してきました。おしどりグループが活動を始めた頃は毎年おしどりが30匹程度に過ぎませんでしたが、年々数を増やし、現在は最大1000匹以上が飛来しており、鳥取県の住民だけでなく全国からおしどりを見ようとする観光客が訪れる地域となりました。日本はおしどりの鑑賞を楽しむ文化がありますが、日野町のおしどり文化は町の住民たちがおしどりを餌付けするようになってから始まりました。どんぐりでおしどりを誘引し、近くで観察できる場所を提供することもそうですし、観察小屋とは別の場所に位置するおしどり資料館も住民が参加して作りました。さらにここでは冬におしどり観察で冷えた体を温めてくれるおしどりうどんと、記念品として買えるおしどりグッズも売っています。日野町のおしどりの餌がどんぐりという点も興味をそそります。日本ではどんぐりに関する食文化がないので、どんぐりをおしどりの餌として積極的に活用しています。おしどりはどんぐりが大好きなので、地元で集めたどんぐりの量では足りませんでした。そのため今では全国からどんぐりが送られてくるようになりました。11月から3月まで全国各地から寄付してくれたどんぐりは観察小屋周辺の倉庫に保管して、定期的に日野川に撒くようにしています。観察小屋の周辺に撒くとおしどりが集まってくるので、野生で活動するおしどりの姿を撮影しようとする写真家、子供たちと一緒に来る家族、休みにおしどりを観察しに来る学生、一般人など、毎年1万人を超える人々が訪れています。1994年から始まったおしどりグループのリーダー、森田純子さんは、おしどりの餌が日本市民の支援で維持されていることを明らかにし、彼らの関心に深く感謝しました。日本の人々が愛するおしどりは日野町の貴重な存在であり、おしどり観察小屋も重要な観光資源になっています。また和風結婚式を挙げる際に着る白むくにはおしどりが描かれています。知人たちが結婚祝いに押し、鳥の置物をプレゼントすることもあります。これはおしどりのように仲良く暮らしてほしいという気持ちが込められています。しかし予想とは違って、おしどり夫婦は仲睦まじくないという説があります。今からおしどりの面白い逸話を紹介いたします。まずおしどりのオスの外見を説明しますと、頭頂部から後方に緑から褐色に変わる羽毛がなびいています。目の周りは白色で、肩と脇腹の広い部分は淡い黄色を帯びています。また脇腹にはオレンジ色のイチョウの葉のような形をした羽がついています。おしどりのメスは全体的に灰褐色で、胸周りにはブチ模様が入っていて、腹部は白色を帯びています。このようにオスとメスの姿がはっきりと区別できるので、古代中国では種類が違うと思ってオスはオンと呼び、メスはアンと名付けました。しかしその後、同じ種類だということを知ってから、おしどりという意味でオンワンと呼ぶようになったそうです。このようなオスとメスが一生を仲睦まじく生きるだろうという期待とは裏腹に、おしどりは一夫多妻で家族をなすそうです。オスのおしどりは繁殖期にメスに求愛して夫婦になりますが、メスのおしどりが卵を産み温め始めると、オスは他のメスを探して去ってしまいます。その理由を見てみると、オスよりメスの方が多いからです。オスは華やかな羽毛が目立つため、敵に襲われる可能性が高いと言われています。ですからヒナの時はオスとメスの割合が1時1分くらいですが、成長するにつれてオスの数が減るのです。仕方なく繁殖のためにオス1匹が数匹のメスに会うしかないのです。このような姿を見てオスが複数のメスを従えていると思うかもしれませんが、幸い配偶者の選択権はメスにあります。
羽が華やかで鮮やかなほど、メスに好まれるそうです。メスのオシドリが華やかな羽毛のオスを選ぶと、選ばれたオスは他のオスがメスに近づかないように警護します。もしかしたら、このような姿を見て、昔の人たちは夫婦仲の象徴だと思ったのかもしれません。アメリカのあるメディアがオシドリに、ニューヨーク最高の新郎候補というニックネームをつけてあげたという話もあります。では、オシドリ夫婦という用語はなぜ生まれたのでしょうか？その由来は中国の故事、炎王のちぎりから来たそうです。ある中国の王が、使用人の美しい妻を見て惚れてしまい、強制的に奪います。そして、傷ついた夫は自殺してしまいます。その後、使用人の妻も、夫と同じ墓に入りたいという遺言を残して、自殺しました。しかし、性格が悪かった王は、夫婦を同じ墓に入れずに、別々に墓を作って並べて埋めました。その後、それぞれの墓から木が生えてきて、一本の樹木となったのです。その上に、一対のおしどりが巣を作り、二人の死を悼むように、毎日泣き続けました。この話によっておしどりは、実際の習慣とは違いますが、おしどり夫婦の起源になったのです。この話は、人々がおしどりが死んだ夫婦の生まれ変わりだという噂が流れて広まりました。一方、おしどりの天敵は、カラスと天と言われています。おしどりのヒナは、ヘビやイタチの攻撃を受けやすく、木に巣を作って暮らすと、空の天敵であるカラスの餌になり、水面に降りてくると、イタチやヘビの餌になりやすいです。おしどりは、絶滅の危機に瀕していると認識されていませんが、絶滅が懸念される動物の一種でもあります。その理由は、生息地自体が減っていて、個体数も減っているからです。オシドリは野生で10年から20年ほど生きると言われており、オシドリの平均寿命は5年から10年ほどなので、比較的寿命の長い動物でもあります。実際、私たちの周りには驚くほど多くの外来種がいます。例えば、四つ葉のクローバーでおなじみの白爪草は、外国から牧草地に入ってきたもので、金魚の水生植物で、おなじみのホテイアオイやアメリカザリガニも外国発祥の生物です。外来生物の数は日本だけで約2000種あると言われています。明治時代から人間の移動と物流が活発になり、ペット、展示会、食べ物、研究などのために多くの動植物が輸入されました。一方、荷物や車に混ざっていたり、付着したまま持ち込まれたりすることも多かったです。日本に輸入された外来生物の中でも、ブラックバスは生態系を撹乱する種として、日本生態学会が日本の侵略的外来種ワースト100に選定しています。また、外来生物法による特定外来生物に指定されており、無許可のまま飼育保管運搬輸入が一切禁止されています。ブラックバスの外見は、背面側の体色は緑がかった褐色で、覆面側は白っぽいです。夜間の休憩中は、体側全体的に顕著なトラシマ状の模様が現れます。ブラックバスは肉食性で、ザリガニや両生類、昆虫、小魚などを捕食し、幼い個体は動物プランクトンや昆虫の幼虫を食べます。体長の 44 から 66% までの小魚を捕食することができます。ブラックバスはアメリカのミシシッピ川上流と中流、セントローレンス川、五大湖、ハドソン湾に生息し、正常な湖などに多く生息していましたが、日本では川の中流域から泥底の汽水域まで広く見られます。日本ではブラックバスは1925年に赤星鉄馬によって芦ノ湖に放流され、1990年代初めにスモールマウスバスが福島県桧原湖で発見された後、長野県野尻湖、木崎湖などでも生息が確認されました。また1995年の中禅寺湖、2000年代前半の長野県千曲川をはじめ、北海道から宮崎県まで日本各地での繁殖が確認されています。日本の在来淡水魚を捕食する外来魚はアユ、イワナ、ヒメマス、ヤマメ、ワカサギなど様々です。ブラックバスに続いて在来種を害する外来種は台湾ハブと呼ばれる中国の毒蛇がいます。このヘビは日本に渡ってきて多くの被害を与えたことがあります。
頭は細長い三角形で強い毒を持っていて、ハブより強いと言われています。顔が細長く、通常のハブより長い牙を収納できるため、牙が長いです。そのため、体のより深いところに毒を入れることができるので、噛まれた時の症状は深刻です。しかし、毒の量はそれほど多くなく、死に至ることはあまりありません。性質もハブほど攻撃的ではなく、主にネズミや小鳥を捕食しますが、他のヘビやトカゲも捕食すると言われています。大半ハブは山地の木の下に生息し、平地から山地の森林、草原、水辺、農地に住み、中国南部と台湾、インドシナ半島、インド北東部、バングラデシュなどに分布しています。もともとはマングーストの血統症やハブの代用品として国内に輸入されていたのですが、その個体数も年々増加傾向にあり、実際に台湾ハブに噛まわれる事故も発生しています。この台湾ハブが沖縄に定着したことで、いくつかの問題が懸念されています。まず、新しい毒蛇の生息により被害が増加しており、新たに捕食者が移入したことで在来種の希少生物の存続が脅かされています。これからは外来種ではなく、日本の在来種が海外はもちろん現地でさらに愛され、元気に生存することを願っています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。